この講演会は石川を中心に専門学校などを運営する国際ビジネス学院の開校20周年を記念して行われたものです。今年1月に芥川賞を受賞し、かつて学院の講師を務めた経験のある作家の九段理恵さんが学生たちを前にデビューするまでのエピソードなどを語りました。その中で新人賞を受賞した後にジムに通って体を鍛えたことで精神が養われ、次の作品作りにもつながり芥川賞も受賞できたと自身の経験を紹介しました。全ての物事は自分の精神の問題だと思うんですよね。全部がメンタル次第、スポーツも大体結果がついてくるのってその時のメンタルが一番大事だと思ってます。小説に限らず物事に真剣に取り組んだり、現状を変えたいと思ったら自分が信じられるものがあると強いと話し、何か一つでも自信が持てるものを作る大切さを伝えていました。